ブートストラップ法。統計学における、ブートストラップ法、ブートストラップ法、とは、様々な目的に用いられる統計的推論の手法であり、再標本化法に分類されるものの一つである。モンテカルロ法の一つ。ブートストラップ法は、母集団の推定量、分散などの性質を、近似分布に従って標本化した時の性質を、 計算することで推定する手法である。近似分布としては、測定値から求められる経験分布を用いるのが標準的である。また仮説検定に使う場合もある。仮定される分布が疑わしい場合や、パラメトリックな仮定が不可能ないし非常に複な計算を必要とするような場合に、パラメトリックな仮定に基づく推計の代わりに用いられる。ブートストラップ法の利点は、 解析的な手法と比べて非常に単純なことである。母集団分布の複雑なパラメータ、パーセンタイル点、割合、オッツ比、相関係数などの複雑な推定関数に対して、締めに誤差や信頼区間を求めるために、単にブートストラップ標本を適用するだけで済む。一方、ブートストラップ法の欠点として、全金的に一致する場合には有限標本が、 保証されず、楽観的になる傾向がある。この手法の基本概念と価値を示すため、やや人工的な例を用いる。フィッシャーによる有名なあやめの計測値を参照を用い、との二種を判別するモデルを構築することを考える。この二種を、学編の長さのみを、説明変数として判別するロジスティック回帰モデルを考え、最優法を用いると、 地表の通りパラメータの最優推定値と標準誤差が得られる。モデル式。このモデル式では、は、標本50個中37個、は50個中36個が正しく判別されている。最優推定値は、全近的には、正規分布することが知られている。今回の標本50個ずつのデータで出した、最優推定値、切片、-12.57。 学変調の係数2.01がどの程度正規分布に近いか、ブートストラップ法で以下のように調べることができる。数は1万回のブートストラップ抽出により、推定された2つのパラメータのカーネル密度プロットである。これらのパラメータの分布は当然のことながら正規分布ではない。これは標本数が有限であり、全近的にしか正規分布にならないためである。 最優推定値について、正規分布の過程を置かなくても、ブートストラップを用いていた分布を使えば、最優推定値の信頼区間の推定や仮説検定を行うことができるようになる。ブートストラップ標本から信頼区間を推定する方法として、推定量の変位値、フォーミュラ2とフォーミュラ3を使う方法がある。これを、ブートストラップパーセンタイル区間と呼ぶ。 この例では、切片と学変調の係数のブートストラップ95%パーセンタイル区間は、それぞれととなる。一方、正規分布を仮定した95%信頼区間は、最優推定値プラスマイナス1.96倍標準誤差で、求められ、それぞれととなる。全金理論を用い正規分布を仮定して求めた信頼区間は対象になっており、 ブートストラップを用いた信頼区間と比較すると狭い。非復元抽出によるものに標本問題、回帰、時系列、階層的抽出などの統計的問題を取り扱うような、より複雑なブートストラップ法がある。一変量の解析では、普通は復元抽出で再標本化して構わない。しかし、標本数が少ない場合には、 パラメトリックなブートストラップ法の方が適切な場合もあるし、問題によっては平滑化ブートストラップ法が適切になるだろう。回帰問題の場合には様々な代替法がある。これは毎回の繰り返しごとにわずかな、普通は正規分布のゼロ平均ランダムノイズを加える方法である。これはデータのカーネル密度推定量から再評本化することと等価である。 パラメトリックなモデルを、大抵は、最優法により、データに当てはめ、このモデルから、ランダムな個数の最標本化を行う方法である。回帰問題において、個々のケース、大抵は、データセットの確保について、最標本化を行う単純な方法を言う。データセットが、十分大きければ、大抵、こういう単純な方法でも構わない。しかし、議論の余地はある。 説明変数は大抵固定されているか、少なくとも、従属変数よりも、支配的である。また、説明変数の範囲がそこから引き出される情報を、規定する。したがって、個々のケースを再標本化することは、ブートストラップ標本は何らかの情報を失っている、ことを意味する。したがって、他のブートストラップ法を考慮すべきである。回帰問題における、 ブートストラップを行う、もう一つの方法は、残余を再標本化するものである。すなわち、この方法は、説明変数の持つ情報を保持しているという利点がある。しかしどの残余を標本化するのかという疑問が起こる。そのままの残余を用いる手もあるし、線形回帰では、スチューデント化残差を用いることもできる。スチューデント化残差を使う方が好ましいという議論はあるのだが、 実際にはほとんど差が出ない上、双方を用いて、互いに結果を比べることは容易である。前項と同様だがランダムに標本化した残余の符号をさらにランダムに変えるものである。これは残余の分布が対象なことを仮定しており、元の標本数が少ない場合に利点がある。ブートストラップ法は、正規性を要求せず少ない標本数でも効果的であるため、 メディエーションを検定する手法として一般的になりつつある。しかし、バロンとケニーの論理やソブル検定により、もしかしたら不適切に決定されることが未だに多い。ニューカムの拘束のデータを用いる。このデータセットには2つの明白な外れ値が含まれており、このため推定する場所としては平均値よりも中央値が好ましい。ブートストラップ法は、 中央値の信頼区間を推定するのに採用されることが多い。しかし中央値は離散統計量であり、このことはブートストラップ標本の分布で際立って明らかになる。中央値の離散性を平滑化するために、毎回のブートストラップ標本にフォーミュラ12に従う、わずかなランダムノイズを加えることができる。標本数フォーミュラ13に対してフォーミュラ14とする。 ブートストラップ標本と平滑化ブートストラップ標本のヒストグラムを一家に示す。ブートストラップ標本では中央値として取り得る値が限られているため非常にギザギザした分布になっている。平滑化ブートストラップ標本ではこの点が克服されている。ブートストラップ分布の方は見づらく直感的には誤っているように見えるが、しかしこれから得られる信頼区間は さほど悪くない。95%パーセンタイル区間は、ブートストラップ分布で、平滑化ブートストラップ分布でである。は、外れ値の検出に、クロスバリデーションは再現性の確認に用いられる、ものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。